今、ルナ容疑者を乗せた車が同型本部から出ました、中の様子、ここからは確認ができません殺人の疑いできょう、検察庁に身柄を送られた札幌市厚別区の無職、田村ルナ容疑者29歳母親の弘子容疑者と父親の修容疑者も同じ殺人の容疑できょう、送検されました。 3人は凶暴し、先月1日の深夜から翌2日の未明にかけて、札幌市中央区のホテルで江庭市の62歳の男性の首元を刃物で刺し、殺害した疑いが持たれています。ルナ容疑者は浴室で男性を後ろ手に拘束し、背後から襲ったとみられていますが、犯行時にレインコートを着ていたことが、 捜査関係者への取材で新たに分かりました帰り地が衣服につかないよう計画し準備していた可能性があります親子3人の自宅からは血のついたレインコートが見つかっていて誰の地下を調べる鑑定が進められているということです今田村治容疑者を乗せたバスが出てきました これから身柄は検察庁に送られます。ルナ容疑者と被害男性が初めて会ったとみられる。すすきののダンスイベントにも一緒にいた父親の修容疑者。ルナ容疑者と修容疑者の入念な計画ぶりを伺わせる。新たな事実が浮上しました。これまでルナ容疑者と二人で。 事件当日の先月1日午前2時ごろまでに複数回に分けて自宅近くの小売店でノコギリやナイフなどを購入していたことが分かっていますが犯行に及んだと見られる時刻のおよそ3時間前午後8時ごろにも同じ店でさらにノコギリを1本購入していたことが捜査関係者への取材で分かりました。 男性の首は複数の刃物で切断されていて捜査本部は2人が購入したノコギリが犯行に使われていなかったか調べていますまた親子3人のスマートフォンを捜査本部が押収し解析した結果ルナ容疑者が1人でホテルを退出してから遺体が発見されるまでの間にススキの殺人と 検索した履歴があったことも捜査関係者への取材で新たに分かりました事件が発覚したかどうかを調べていたものとみられます